穏やかな死が来るなんて、どうされる。 母さんが父さんに怒られてる。<笑>あの。 優しい目、人間だった頃、誰かに優しい眼差しを向けられていた気がする。あれは誰だった？いつも私を大切にしてくれていた人。あの人は今 どうしているのかしら。十二鬼月がいるわ。え、待って。気をつけて。 十二鬼月がいる。本物の十二鬼月が。